飛行場に立つベイファー、バルター・ベイファーは、ドイツ空軍の軍人。第二次世界大戦前に、空軍参謀長を務めたが、自己死した。最終階級は、ドイツ国防軍空軍中将。原ポーランド領のポーゼン州ビルヘルムソルトに生まれる。祖父は、プロイセン王国最高検察官を務めた、カール・ゲオルク・ベイファー。父は、 ベルリン職民銀行頭取を務めたアルノルト・ベイファーである。アビトゥア合格後、士官学校に入る。第一次世界大戦中は柔軟防御を考案し、日増しに強まる連合軍の圧力から戦線をよく守った。そのため1917年にパウルフォン・ヒンデンブルク元帥率いる陸軍最高司令部作戦部に転属となった。 ドイツ皇帝ビルヘルム二世が位を決断した際は、その傍ら近くにあり、流血を避けるため、オランダへの亡命を皇帝に進めた一人であった。また、バイマル教和政で民主的に選出された権力者に皇帝同様に使えるべきだと賛成した最初の士官の一人でもあった。1919年、ヒンデンブルクの命により元参謀次長、エーリッヒ・リューデンドルフの解雇録を筆記した。 ついで大愛軍艦区参謀部に転属となったが、そこでカップ一揆に遭遇した。さらに、バイエルン人以外では、初めて第七師団参謀となり、ミュンヘン一機にも遭遇した。ついで兵務局に復帰し、1931年から陸軍教育部長を務めた。1933年9月1日、新設のドイツ航空省に出向し、航空統水局長に就任した。 1935年3月の徴兵制復活に伴い、公にドイツ空軍参謀長に就任した。初代参謀長として、ジュリオ・ドゥーエンの思想に基づいた戦略、戦術航空戦理論を発展させ、近代的空軍建設に必要な技術的前提を定めた。空軍の戦略的運用目的を満たすため、急降下爆撃機や戦闘爆撃機、 小型爆撃機の他に、ウラル爆撃機計画と名付けた4発爆撃機を開発させた。しかし、ヒトラー政権が近い将来に戦争を計画していると気づくや、大型爆撃機開発を停止させた。死の数週間前のことだった。また1935年には、ベルナー・フォン・ブロンベルク国防省とともに、国防省陸軍大学の開設を実現し、 選抜された士官たちに一年間戦略や戦争経済、政治を学ばせた。ベーファーが自己死し、ブロンベルクが罷免されると、この業務はヘルマン・ゲーリングの指揮下に置かれた。1936年6月3日、自ら操縦官を握っていた HE70 がドレスデン近郊の飛行場で離陸直後に墜落し、ベーファーは死亡した。いくつか不審な点があったものの、 事故によるものか何者かの仕業による墜落だったのかは、今日まで明らかにされていない。ハイルブロンに残るベイファー島1936年6月6日、豪太の航空戦闘団に、ベイファー将軍の通称が付され、また、ミュンヘンの兵舎に、ベイファー将軍弊社の名称が、またポツダム、来年、ハイルブロンに建設された統治下にベイファーの名が、冠された。 一部の統治下やベーファーの名が冠された通りは現在も残っている。ベーファーの二人の息子は共に空軍士官として第二次世界大戦に従軍し戦闘機パイロットだった次男バルターは1945年4月に騎士鉄十字章を受章したが敗戦直前に戦死した。ありがとうございます。